はい、どうもこんにちは。今回はですね、こちらショートカットという新しいアプリがアップルから登場したので、こちらのね、解説紹介動画をお届けします。私あんまりね、アプリ紹介とか撮らないんですけども、このアプリマジですごいんで、もうちょっとみんなにね、共有したくて、こうやって動画撮ってるわけなんですけども、このショートカットアプリっていうのは iOS 12から使うことができるアプリとなっています。でね、iOS 12のそのショートカットに関する機能としてね、Siri のショートカットという新しい機能も搭載されています。まあ、詳しくはね iOS 12の紹介動画を見ていただければと思うんですけども、それに類似発展するようなアプリがこちらのショートカットアプリです。まあ、説明文としては1回タップするか Siri に一言伝えるだけで複数の操作が実行される独自のショートカットを作成できますということで、自分でねプログラムを組んでその複数のね操作っていったものをワンタップもしくは Siri に喋るだけで実行できるようなアプリとなっています。まずね開いてみましょう。開くとねこんな感じでライブラリーショートカットの一覧が表示されます。まあ、私ね結構もう使ってるのでこのようにショートカット並んでるわけなんですけども、インストール時はね、これまっさらな状態です。でね、さっきプログラムを組んでというように言ったんですけども、なんかすごい難しいアプリに聞こえると思います。実はね、全然そんなことないです。なぜならですね、ギャラリーってところを押すと、もうすでにね、使えそうなショートカットっていうものが、このようにね、用意されてるわけなんですよね。写真に関してもこのように写真削除、スクリーンショット整頓とかね、こういった様々なショートカットがもうすでにギャラリーに用意されているわけなので、使ってみたい機能をすぐに使うことができます。でね、その使い方なんですけども、例えばね、バーストを GIF に変換するショートカットを使ってみたいなといった場合には、これショートカットタップします。ショートカットを取得。これだけです。もうこれでショートカットを使うことができます。今度はショートカットの使い方なんですけども、ライブラリーに戻ります。するとね、バーストを GIF に変換っていうね、こちらのショートカットが新しく追加されたはずです。ね、この追加されたショートカットをタップします。するとね、このようにカメラロールが出てくるので、ここから GIF に変換したいね、電車の写真。今回電車の写真も撮ったので、これをタップすると。はい、これだけです。あっけなさすぎません？今までね、アプリをわざわざ入れて、そこから色々やってましたけども、もうこれがね、このショートカットアプリだけでできてしまうということで、もうすごい簡単になりました。でね、これをカメラロールに保存したい場合は、共有ボタンからね、こうカメラロール、画像を保存というボタンを押せば画像を保存することもできます。まあ、といった形でね、バーストをすぐに変換できたわけなんですけども、写真の滑らかさ、もう少しね、コマ数落としたいなといった場合など、細々なね、要望も出てくるかもしれません。そんな時はですね、この点々点ってボタンをタップします。するとね、このショートカットの詳細なねプログラム画面が出てきます。そう、あのバースをね GIF に変換するだけでねこんだけかかってたわけなんですけども、ここをねいろいろいじくってあげるとさらに自分好みにカスタマイズすることができます。例えばね、さっきカメラロール出てましたけども、それの並び順をね古い順にするか新しい順にするかとかね、もう何枚目までしとくとか、そういったことも制限したりすることができます。でね、さっきあのジフアニメ作ったやつね、コマ数ちょっと早かったですよね。これを今度ゆっくりにしたいなと言った時、設定をね変えたいわけなんですけども、このプログラムからねいちいち設定いじってやってたらめんどくさいので、これをショートカット実行時に毎回尋ねるような設定に変えてみます。まあ、あとはこのままでね完了を押します。するとね、さっきのバーストをジフに変換というショートカットが今私の組み替えたショートカットに変更されました。この状態でね、どんな感じで動くのかやってみましょう。はい、そうするとですね、このように数値の入力画面が表示されるようになりました。これね、実行時に尋ねると押したので、今実行時にね、こうやって尋ねられてるわけなんですけども、ここで今度はね、0.5 秒ぐらいに間隔を伸ばしてみましょう。これで完了ボタンを押します。はい、するとですね、ジフアニメ 0.5 秒ずつのものがこのように完成しました。めっちゃ遅くなってますよね。こういった形でね、ギャラリーにあるものも自分の手でちょこちょこっと作り変えることができます。なのでね、一からね、プログラムを作るのは難しいなと思っても、このようにギャラリーにあるものを少し自分好みにするだけであれば多くの方ができると思うので、こういったこともね、覚えておいていただけると応用様々効くと思います。でね、ギャラリーのね、ショートカットを追加して、それを自分好みにカスタマイズしてもいいんですけども、ギャラリーにね、ない、自分
だけのオリジナル機能を使いたいっていう場合ももちろん出てくると思います。なので次からは、ショートカットをね自分で完全一から作ってみたいと思います。で今回ね何するかっていうと、この Wi-Fi Bluetooth のオンオフの機能についてです。 iOS 11以降ね、コントロールセンターからね Wi-Fi Bluetooth オフにできなくなってるんですよね。オンにはできるんですけど、こうやって切ってもね接続が解除するだけでオフにはならなくなってます。ということで非常にね不便なんですよね。なのでショートカットを作成から今回は Wi-Fi のオフボタンをショートカットとして作りたいと思います。でね、すごい難しそうに聞こえますけども、これに関してはめっちゃ簡単です。まずね Wi-Fi の設定をいじりたいので Wi-Fi を検索します。するとねこのように Wi-Fi に関する設定項目が表示されます。この中から Wi-Fi を設定をタップします。するとねこのようにプログラム一つ目が追加されました。で今ここにね Wi-Fi を設定でトグルがオンになってますけども、この状態で保存するとこのショートカット Wi-Fi をオンにするショートカットになってしまうので、今回はオフにしたいわけですね。なのでトグルをオフに設定しておきます。これでね一応ショートカット自体は完成です。でねこのショートカットちゃんと動くか試したい時には、この再生ボタンこちらをタップすると、はい今ね Wi-Fi 4G に変わりましたよね、といった形でほら Wi-Fi が完全にオフになってます。ということでちゃんと動作していることが確認取れました。なのでこのまま完了してもいいんですけども、外のね 4G 環境で Wi-Fi オフのボタンを押してもね Wi-Fi 切れたかどうかまたいちいちこうやって見ないと分かんないですよね。ということでこの項目にさらに通知を追加してみたいと思います。通知もねこうやって通知って検索して、そこから通知を表示という項目を追加します。するとね Wi-Fi オフのプログラムの下にね通知を表示という新しいプログラムができました。まずタイトル、まあ適当でいいんですけども Wi-Fi としておきましょう。でここ本文の入力画面、ここについてはオフにしましたとでもしておきましょう。でこれで完了を押します。でサウンドについてはねもう本当にトライトーンを鳴らすか鳴らさないかぐらいの話なんですけども、まあ鳴らすようにしておきましょう。これでね、Wi-Fi をオフにする、これが完了できれば次通知を表示、 Wi-Fi をオフにしましたという通知を通知するというような一連の動作の組んだショートカットが生まれました。この状態で動作確認の方をしてみましょう。はい、といった形でね今度はさっきと違ってね通知 Wi-Fi オフにしましたという通知を表示しつつ Wi-Fi をオフにしてくれましたね。なんか自分でプログラム組んでるなって感じしますよね。でこれでプログラム完成したわけなんですけども、名前をね最後につけておきたいなと思います。完了ボタンの下にねトグルボタンがあるのでこれを押します。すると設定画面が表示されるので、ここから名前、まあ、Wi-Fi をオフとでもしておきましょう。これでね Wi-Fi オフという名前のショートカットが生まれました。でですねアイコンについても自分で設定することができます。まずねこうやって色を変えることができるんですけども、今回オフのボタンを作りたいので、まあグレーの色にしておきましょうかね。でねグリフについてはこのようにね用意されているアイコンを自由に選択することができます。今回 Wi-Fi に関係するものなので Wi-Fi マークにしておきましょう。あなんかね Wi-Fi がオフになりそうなねマークになりましたね。でねこのホーム画面という項目については後で紹介はするんですけども、そのホーム画面にねショートカットを追加することができるんですね。そのホーム画面のアイコンをね写真にすることができるということで、ここに写真の選択があります。まあ、今回はねこのアイコンのままで OK、 完了したいと思います。でここでねさらに完了としてもらうと、はいこのようにね左下に Wi-Fi をオフという項目が新たに登場しましたね。この状態でね Wi-Fi をオフのショートカットを早速使ってみたいと思います。ポチッと、はいといった感じでね通知がしっかりと表示されて Wi-Fi がオフになりました。なってますね。といったことでねワンタップで Wi-Fi をオフにすることができました。といった感じで自分好みのカスタマイズもこのように行うことができます。ここからは応用編です。またねこのショートカットの中の設定画面に戻ってきましたけども、さっき名前変えたところとかですね、そこに Siri に追加という項目がありますよね。これを追加してあげると Siri に命令文を言うだけでこのショートカットを自動で実行してくれます。やってみましょう。 Wi-Fi をオフ、はいこれで完了します。今度は Siri を起動します。 Wi-Fi をオフ、はいといった感じでね Siri に話しかけるだけでこうやって自動でね Wi-Fi をオフにしてくれます。もうアプリをね立ち上げる必要もないというわけですね。
続いてはね、このショートカットをホーム画面にね追加してみたいと思います。先ほどの設定画面の中にあるホーム画面に追加をタップすると、このようにねサファリが立ち上がって、ここからねホーム画面に追加しろという指示があるので、ホーム画面に追加してあげます。 Wi-Fi オフ。そうするとね、このように Wi-Fi をオフというホームアイコンが追加されましたね。今度はねこれを押してみたいと思います。ポチッと。はい、そうするとね自動でショートカットのアプリが立ち上がって、この Wi-Fi 設定のショートカットまで自動で実行してくれます。ちゃんとね Wi-Fi も切れています。ということで、ホーム画面からでもワンタップでショートカットを実行することができます。でね、ホーム画面に追加するでもいいんですけども、それであればねタップしたらね、このショートカットアプリが立ち上がっちゃうんですよね。ただねオンオフしたいのにいちいち大げさなんですよね。ということで、もっとスマートにね入り切りしたいなということで、続いてはウィジェットにこのショートカットを追加してみたいと思います。この設定でねウィジェットに表示をトグルオンしておきます。で、その状態でウィジェットを開きます。で、まあ、編集画面からね、ショートカットをここに追加しておくと、このようにショートカットのウィジェットが表示されるようになります。で、この中でねまだ Wi-Fi オフっていうボタンがないので、ちょっとねショートカットの入れ替えをしたいと思います。ショートカットをカスタマイズって押すと、このようにね順番を入れ替えたり、不要なボタンを消したりといったことができるようになります。わかりやすくね、今は Wi-Fi をオフボタンを一番上にしておきます。これで完了と。はい、そうするとねウィジェットにおいても Wi-Fi をオフのショートカットが表示されるようになりました。この状態でね Wi-Fi オフを押してみたいと思います。ポチッと。はい、一瞬で Wi-Fi がオフになりました。多分ねホームアイコンを追加するよりもこっちの方がね早く終わります。しかもね画面もいちいち移動したりしないので、ウィジェットを表示させてポチッと押してあげるだけですぐに Wi-Fi を切ることができます。ということでね、本当使い方によってかなり便利に使うことができるわけなんですよね。まあ、といった感じで、さっきはね Wi-Fi をオフにして、まあ通知をね表示させるような簡単なプログラムを組んでみたわけなんですけども、次はねもう少しねいろんなプログラムを組み合わせて、ショートカットを作ってみたいなというふうに思います。で、今回作るのがライブフォトズの写真を静止画にする機能と、あとはね普通の写真を形式変換できるようなショートカット、まあこれ一つ二役ですね。そういったショートカットを作ってみたいと思います。で、今回は写真の項目なので、写真とビデオのところまでスワイプして写真を選択を押します。でね、これだけでもうカメラロールから写真を選択するような画面を表示させることができます。でね、ライブフォトズの写真だけに項目を絞りたいときは、写真を検索からこのフィルターを使って、このねライブフォトズと等しいという風に写真検索をかけた状態で表示してあげると、ライブフォトズ用の写真変換ショートカットを作ることができます。まあ、今回はね普通の写真も含めて形式変換できるようなショートカットを作りたいので、もうあえてね普通の写真選択のプログラムをここでは置いておきたいと思います。でね、変換したい写真を選択したら、次にね変換しなければならないので、イメージを変換っていうものを押します。で、ここでね形式を選択することができるんですけども、まあ、毎回ね変換したい形式が異なる時があるので、実行時に尋ねるとしておきます。そうすると、どのようなイメージに変換したいかということをショートカット実行時にその都度尋ねてくれるようになります。で、変換した写真は最後カメラロールに保存したいので、フォトアルバムに保存を選択します。そうするとこのようにね写真を選択してイメージを変換してフォトアルバムに保存という一連の動作ができました。でね、これだけでもいいんですけども、このままだとねイメージを変換するといきなりフォトアルバムに行ってしまうので、最後ねちょっとどんなのか確認だけ取りたいなという時には、検索でクイックルックを押してあげると、ここでね写真のプレビューができます。でね、今後で追加したので、フォトアルバムの保存よりも下にクイックルックが来てしまってます。なんでこれを入れ替えたいという時は、これを長押ししてあげると、このようにね項目を入れ替えることができます。こんな感じでね一連の動作を組むことができました。でね、クイックルックからはね共有ボタンで画像を保存したりすることができるので、このね保存かクイックルックはどちらか片方にしておかないと二重で保存されることになってしまうので注意してください。
今回ね、クイックルックで確認してから保存したいので、もう写真を保存という項目は消しておきたいと思います。でね、この状態でまず動作するか確認してみましょう。再生ボタン。そうするとね、このように、カメラロールの選択画面が表示されます。はい、ライブフォトズで撮った写真を選択しました。でね、ここから次イメージを変換ということで、どのようなイメージフォーマットにまず変換するかを選択します。 JPEG でいいかな。で、画質の選択もできるんですけども、まあ一応最大にしておきましょう。で、メタデータっていうのは、まあ撮ったね、日時とか位置情報とかそういったものです。まあそれはもうそのままでいいので、これで完了をします。はい、そうするとね、次クイックルックが立ち上がって、このようにね、写真ね、こんな感じになりました、どうですかっていうことで表示がされます。でね、今 3D タッチでグッと押してるんですけども、ライブフォトズにならないということで、ちゃんとね静止画に変換されました。でね、これで OK と思ったら共有ボタン、画像保存で、このようにカメラロールに写真が追加されました。ちゃんとね、左上もね HDR だけになっていて、ライブフォトズは消えてます。ちなみに元の写真はね、こうやってライブっていう表示がついていて、こうやってね動くようになってます。なんでちゃんとね成功したことがここで確認取れましたね。でね、このプログラムちゃんと完成したということになるわけなんですけども、こうやって使ってみてクイックルックやっぱいらないなというふうに今思ったので、フォトアルバムに保存に戻しておきたいと思います。この状態でね、まあ写真形式変換というショートカット名でもしておきましょうかね。でね、イメージのアイコンをここでは載せておきたいと思います。これで完了。としてあげると、写真形式変換という新しいショートカットが生まれました。これでタップするとね、はい、このようにちゃんと動作、実行を確認できましたね。まあ今度はピングにしてみようかな。完了。ですると、今度はね、フォトライブラリに保存という項目に変えたので、クイックルックは表示されずに、いきなりカメラロールに飛ばされた感じです。はい、こうやって見てみるとね、ここ2つ、ちゃんとね、CHR の写真並んでますね。拡大してみても、ちゃんとこのようにピング形式で写真が保存されています。といった形でね、まだまだたくさん機能無限大にね、もうこの組み合わせがある限り作ることができるというね、本当に面白い機能です。まあ、例えばこんな感じでね、いつも家に帰るときに家族に今から帰るよとか、いうことをメールでね、やり取りする人もいるかもしれませんけども、まあ、そういったときにね、いちいちメッセージアプリで毎回帰るよっていうのもね、もうめんどくさいなというふうに思う人もいると思います。なので、そういうときにね、こういったショートカットを一つ作ってあげると、まあ、ここではね、宛先お母さんに今から帰りますという定型文を、このショートカットをね、ポチッと押してあげるだけで毎回自動で送ってくれると。なんでね、ほんと作業の効率化に関しては、このショートカット機能本当に可能性無限大です。で、この辺でもね、分かりやすくカテゴリー分けされている項目も多いので、自分でもね簡単に、まあ、組み合わせ、もうパズルみたいなもんですよね。そんな感じで作ることもできるので、まあ、本当に細々難しいこともできるみたいなのはできるみたいなんですけども、先ほどのように Wi-Fi だったりとかメッセージだったりとか写真変換みたいなね、あのパズルで、まあ、順番にこうしていって次こうしていってみたいな感じで組み上げることもできます。ということでね、今回はもう iOS のこの柔軟性をね大きく左右するショートカットアプリについて詳しく解説レビューしてみました。明日ね iPhone XS 届くはずなので、そのレビュー動画も撮らないといけないのでね、もうちょっと今回もうパソコン大忙しでございますけども、まあ、そちら他の動画もね、ぜひご覧ください。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。